新宿。新宿は東京都新宿区南西部と一部渋谷区にまたがる、新宿駅を中心とした観楽街、オフィス街であり、渋谷、池袋と並ぶ三大副都心の一つである。江戸時代は、甲州道中の宿駅、内藤新宿として栄え、近代以降は関東大震災を契機に繁華街として成長している。町名としては、 新宿一丁目から新宿七丁目が存在する。武蔵野大地の東方に位置し、甲州道中の宿駅、内東新宿として栄えた。明治維新後に鉄道駅が置かれたが、繁華街として本格的な発展を遂げたのは関東大震災後のことである。すなわち、銀座や浅草などの下町に比べて新宿は、表層地盤が非常に強く被害が軽微であり、 震災後に人口が激増した西部郊外にとって当時の中央線が都心に乗り換えなしに行ける唯一の鉄道であったことから私鉄各線からの乗り換え需要で新宿に交通が集中するようになり昭和初期には都内有数の一大観落街となったのであるそして1965年に淀橋バ上水場が閉鎖され 新宿副都心の開発が始まると、西新宿に超高層ビルが林立し、1991年の東京都庁移転などを経て、今日見られるようなオフィス街を形成した。1990年代以降は、新たな鉄道駅、1996年の西新宿駅や2000年の東新宿駅の設置により、複合型の超高層ビルや超高層マンションを中心とした。 再開発が進んでいる新宿は、鉱石用に形成された武蔵野大地の東方に一致しており、新宿駅は、ヨドバシ大城にあり、標高は、山抜けで最も高く約44メートルであり、表層地盤も強い。西端には、神田川が流れ、江戸時代には、神田浄水が開作された。また、近代以降の都市化により都心部では、 同心炎上のヒートアイランド現象が生じているが、新宿御苑、新宿中央公園、富山公園などの大規模な公園の園内外では、クールアイランドも見られる。新宿には、鎧神社、北新宿や稲荷清神社、歌舞伎町など、平野正門伝承の地があり、1083年に、源義家が、あと3年の役に再始混流した原島神社、東、 新宿なども見られるが、新宿周辺の地名が記録に残る最古の例は、1340年に、江戸大見郡森が、足利義明から預かった、牛米である、牛米文書。1698年に、新宿高等藩主内藤氏の下屋敷に、甲州道中の宿駅として、内藤新宿が設けられたのが、新宿の始まりであるが、新宿と内藤氏とのつながりは、 豊臣秀吉により、後北条氏が滅ぼされ、徳川家康が江戸に入府する直前の1590年、天正18年7月に遡る。三河時代より、徳川家康の故障として仕えていた内藤清成は、家康の入府に先立ちの北条氏残党に対する警備のため、鉄砲隊を率いて、甲州街道、国府道と鎌倉街道が交差していた。 現在の新宿二丁目付近に陣を敷いた。この功が認められ、清成は付近一帯を配慮し、中屋敷、現在の新宿御苑、上屋敷は神田小船長、下屋敷は下渋谷にあったとされるを構えた。なお、清成が率いていた鉄砲隊は1602年、慶長7年に伊賀組、鉄砲100人組として大久保に配置され、 百人町の名のもととなっている。この廃業に際しては、家康が馬一息で駆け巡るだけの範囲を与えると伝えたため、清成は馬に乗り家の木の大木を中心に東は四谷、西は代々ぎ、南は駄ヶ谷、北は大久保に及ぶ範囲をかけ、その馬はついに倒れて、間もなく死んでしまったというエピソードがある。江戸時代、甲州街道は、 江戸から甲府までの主要街道として整備されたが、第一の宿場の高い戸までは距離があり、旅人は難儀をしていた。そのうち、現在の新宿に丁目近辺に人化ができ、1625年、寛永2年には、住民の願いにより体操寺門前の町屋ができ、これを内藤宿と呼ぶようになった。宿とは言っても、正規の宿場ではなく、甲州街道や成木街道、 青梅街道を利用する人馬が休憩所として利用していたので、そのように呼び習わすこととなったという。1697年、元六十年、甲州街道における新たな宿場の必要性や行楽地づくりを念頭に、当時の浅草安倍川町の名主であった、騎兵保家同士4人が5600両の上納とともに、宿場開設を願い出て、翌年、 内藤家の中屋敷の一部を利用して、宿場が開設され、内藤新宿と称される。ここから、新宿の名が誕生した。なお、宿場開設を申し出た騎兵は、高松記録と名乗り、高松家は代々新宿の名主を務めた。この新宿は、玉川上水の水番所が置かれていた、四谷大木とから、西、現在の新宿駅付近までの街道沿いに、広がっていた。 新宿追分新宿追分現在の新宿三丁目交差点付近からは、大梅街道も分岐しており、やがて、品川、東海道、板橋、中仙道、千住、日光街道、欧州街道と合わせて、四宿と呼ばれ、江戸の新たな交絡地としても発展した。その結果、岡場所、非公認の売春宿なども繁盛して、 四谷新宿馬の糞の中であやめ作とはしほらしい。馬の糞は活発な馬の往来。あやめは、いい森女、遊女を意味すると強化に歌われている。これらが災いし、1718年、享法3年に、風気上の理由から一時早期のうい目に合うも、1772年、明和9年には復活している。明和の立ち返り。としての新宿の原型は、 この時代にすでにあったと言えるだろう。この頃大宗寺は江戸六地蔵の一つに数えられ、庶民の信仰を集めていた。また、城郭寺は遊女などの投げ込み寺であった。明治維新後、新宿の武家地は住む者が亡くなり荒廃し始めた。そこで特に広大な敷地を誇った内藤新宿は大倉省によって買い上げられ、 海外から持ち込まれた動植物の適否を試験する内藤新宿試験場となり、1879年には、区内省の所轄となり、新宿植物漁園と改称された。これが新宿漁園の起こりである。他方で、江戸時代の岡場所は、明治以降は遊郭となり、戦後の交渉廃止後も、いわゆる赤線地帯として1958年、 昭和33年の売春防止法施行まで続いた。また、1885年、明治18年に、日本鉄道品川線、後の山手線が開通し、新宿駅が、宿場の西はずれ、角のはずに作られる。続いて、甲武鉄道、現、JR 中央線、東京市街鉄道が、新宿駅に乗り入れ、1915年、大正4年には、京王電機起動、 現京王線が乗り入れ、ターミナル駅としての姿を見せ始める。そして、その流れを決定的にしたのが、1923年、大正12年に起きた、関東大震災である。表層地盤の弱い都心部の銀座や浅草などの下町エリアは繁華街が全滅し人口が激減したのに対して、武蔵野大地、 山抜大地の東端に位置する新宿は地盤が強くほとんど被害を受けなかったために渋谷、池袋といった他のターミナル駅とともに郊外の人口の急増に伴い駅周辺が新たな繁華街として発展することになったのである。中でも当時の中央線は西高から都心に乗り換えなしに行ける唯一の鉄道であったことから新宿に交通が集中するようになり 昭和の初めには、小田急線、西武鉄道をも乗り入れ、新宿は、都内有数の繁華街となった。伊勢丹デパートや、中村屋の仮位、高野商店の果物、フルーツパーラーといった名物をはじめ、武蔵野館、新歌舞伎座、テ都ト座、ムーランルージュ新宿座などの映画館、劇場、カフェなどが集中し人々で賑わうようになる。当時の賑わいは次のように描写されている。 新宿もまた、東京大空襲により大きな被害を受けたが、下町と比べれば人的被害も少なく、新宿駅周辺には、戦後間もない頃に、闇市が立ち並び、良きにつけ、足きにつけ、戦後新宿の商業の先駆けとなった。東口の中村屋横にできたハーモニカ横丁では、カストリ城中が売られ、カストリ文化の名も生まれた。ただし、 政府による闇撲滅運動が始まると、1950年頃までには、新宿から闇市は姿を消し、小売店も次々と再開、または新規開店し、東口を中心に、新宿駅を中心とした商店街は、戦前にも増して、活気で満ち溢れた。そして、1952年には、新宿駅が日本一、乗り換え駅が多い駅となった。さらに、 昭和30年代にかけて、丸い、小田急、京王などの百貨店が続々と進出し、現在見られるような新宿の商業地の風景が作られた。昭和30年代に入ると人々にもゆとりが生まれ、新宿は商業の急激な発展とともに、娯楽、演劇の拠点としても戦前以上の賑わいを見せる。 その中心となったのが、戦災で消失した新宿駅北方の地の一角、すなわち、歌舞伎町である。歌舞伎町を中心に、数々の映画館が立ち並び、1956年には、新宿駒劇場がオープンし大衆の人気を集め、1964年には、木の国屋ホールが開場し若手演劇人の登竜門となった。そしてこの頃から、アングラ演劇も、んになり、 新宿は独自のサブカルチャーの発信地としての地位を確立し、ジャズ喫茶、歌声喫茶などの喫茶店には多くの若者が交流の場を求めた。昭和40年代に入ると、新宿では1965年に淀橋浄上水場が閉鎖され、新宿副都心の開発が始まる。そして、百七十一年の京王プラザホテル本館を皮切りに、新宿住友ビル、 KDD ビル、新宿三井ビルなど超高層ビルが林立するようになる。また、新宿駅、西口地下広場、東口の地下街新宿サブナードの発展が始まったのもこの頃である。かくして、1980年代には次のような状況が生まれるに至った。そして、1970年代から進められていた東京都庁移転計画が1985年に、 確定し、1991年には新庁舎が完成すると、西新宿で再開発とともに超高層ビルの建設ラッシュが続き、今日の大オフィス街が形成されることになった。1980年代以降、再開発の進行に伴い、西新宿や北新宿に新たな地下鉄駅の開発が望まれ、1996年に、 東京メトロ丸の内線の西新宿駅が誕生。また、同年には、JR 新宿駅南口の新宿貨物駅や土地に、高島屋新宿店を核とする複合商業施設、高島屋タイムズスクエアがオープンし、京王新線発大駅近くには、東京オペラシティが開設されるなど、新たな人の流れが作り出された。さらに2000年には、都営地下鉄大江戸線が開通し、 新宿内では都庁前駅、新宿西口駅、東新宿駅が設置され、都庁前駅を起点に都内をほぼ環状に走る地下鉄網が完成した。そして2008年には東京メトロ福都新線が開通し、新宿内では新宿三丁目駅、東新宿駅と接続され、新たな再開発も進み、大江戸線と福都新線の接続駅となった東。 新宿駅では2012年に三菱地所が山手線内最大規模の約1800坪の基準外面積を持つ新宿イーストサイドスクエアが竣工している。他方で2001年に起きた歌舞伎町ビル火災を契機として歌舞伎町内でも新たな街づくりが始まっている。新宿警察署や地元町内会の共同による見回り活動や防犯カメラ設置などの 防犯活動が成果を上げている。2005年には、歌舞伎町を誰もが安全に楽しめる街にすることを掲げた、歌舞伎町ルネッサンス協議会が設立され、地域活性化にも取り組み、全国の繁華街再生のモデルと位置づけられている。こうして、現在の新宿は、多種多様な人と文化が集まり、新たな経済と文化を作り出す日本有数の巨大、繁華街として、全国的、 世界的にも認知され、日本政府観光局の訪日外核実態調査では、2004年度調査以来、都市観光地別訪問率のトップを占め、2010年は34.8%、2009年に東京都が実施した観光客数等実態調査では、最も満足した街の第1位、16.8%となるなど、第2位は銀座の7.6%、 東京における観光スポットの顔となっている。駅周辺は日本有数の繁華街であり、昼夜にわたり人波が途絶えることはなく、巨大な証券を形成している。なお、繁華街として一般に新宿と称される範囲は、地名としては大ね新宿区新宿、西新宿、歌舞伎町などである。また、新宿駅新南口は渋谷区にあるが、 高島やタイムズスクエアや小田急サザンタワーが渋谷区にあることを知らない人もいる。新宿駅の東側は、老舗デパートや専門店、飲食店などが密集し、昼夜を問わず人の波が途絶えることはなく、日本一の繁華街となっている。駅東口近くにあるスタジオアルタや中央東口の交番は、新宿でも屈指の待ち合わせ場所となっており、 夕方の就業時間になると著しく混雑する。新宿駅に連なる西口は京王、小田急の両デパートやハルク、ルミネなどの専門店、駅前は大型量販店などが集まり、府を進めると超高層オフィスや超高層ホテルなどが集まる超高層ビル群、新宿副都心になっている。新宿駅の西側は1950年代までは12社池、 十二層池といった大きな池もあり、戦前までは東京近郊の行楽地であった。そうしたこともあり、1960年代までは駅東側に比べのどかで寂しい地域であった。しかし、この頃、千代田区周辺の東京都心部に機能が集中していることが課題となり、新宿西口が副都心として位置づけられた。1965年。 昭和40年には西口にあった淀橋浄水場が東村山市に移転し、その後地に1971年、昭和46年の京王プラザホテルを川切りに、超高層ビルが上がって建設され、後に新宿副都心と呼ばれるようになった。また、東京都庁が1991年、平成3年に有楽町からこの地に移転して、以降、 新都心と呼称される場合もある。ただし、大梅街道にある新都心歩道橋は都庁移転前から存在する。高層ビル近辺では1968年昭和43年に開園した新宿中央公園が、都会のオアシスとして著名である。なお、西口のやや北寄りには太平洋戦争後すぐに形成された闇市を起源とする飲み屋街、思い出横丁がある。 ここには赤ちょちと呼ばれる小規模な居酒屋が密集し変化の著しい新宿の街並みの中でも戦災復興や昭和の時代の匂いを残しているそのすぐ北には JR 線の高架橋通称オーガードがある下を走る大梅街道安国通りと小滝橋通りの交差する大ガード交差点周辺は交通の要衝のため夜間は著しく混雑する 新宿駅の北側、歌舞伎町方面は飲食店やホテルが軒を連ねて、巨大な観楽街を形成している。いわゆる新宿ゴールデン街も、歌舞伎町の中にある。西部新宿駅が資金である。一方、線路の西側である小滝橋通り周辺には、輸入、中古レコード店やライブハウスなどが目立ち、都営大江戸線新宿西口駅が存在する。 この二駅の間には JR 線の効果が存在し、アンダーバスが形成されていないため、小滝橋通り沿い方面は新宿駅の他の地域に比べれば人の往来は少なめである。また、歌舞伎町の北方には韓国人や中国人を主とする外国人が多く居住しているが、一方でドラケンなどチャイニーズマフィアの活動拠点の一つにもなっているとされる。 新宿駅の南側にメンス新宿4丁目は、かつて、四谷朝日町という住所で作家の林文子が、下宿していた場所として知られる。入り組んだ路地に、民間や旅館、個人商店などが、都市開発の線、煽りを受けビルに阻まれるように取り残されている雑多な地域であったが1998年、平成10年前後の再開発により、周辺には超高層ビルや、大型デパートなどが、 次々と建設され、2016年、平成28年には、JR 新宿ミライナタワーが、駅南口で開業した。新宿高島屋から、駅構内に直結する、ペデストリアンデッキ、歩道橋が整備され、新たな人の流れを生み出している。戦後、満州からの引上げ者が、餃子屋を多く営んでいた。アルタと同様木印となる巨大、ビジョン、フラックスビジョンがある。 駅南口、東南口は階段と周囲が一新され、フラックスのオープン以降は待ち合わせの人などで大変混雑するようになった。夕方から夜にかけてはアマチュア音楽家による演奏が行われ、家路を急ぐ人々などの注意を引いている。吉本工業の芸人らが出演する劇場、ルミネザー吉本もある。なお、高島屋を含む甲州街道の南側は、 新宿4丁目の一部を除き、渋谷区駄ヶ谷と代々木に属する。なお、京王デパートと小田急デパートの間には、モザイク通りという遊歩道があり、様々な店舗が軒を連ねている。西口から南口側へ抜けるにはここを通れば、最短で便利である。新宿3丁目の北、歌舞伎町の東に位置する新宿6.7丁目は、 低層の住宅地域が広がっていたが、2000年12月、都営大江戸線の東新宿駅が7丁目、6丁目との境に開設されると7丁目を中心に、中高層マンションの造成が進み、2008年6月の東京メトロ副都心線開通を経て、今日まで駅の利用者の増加が続いている。他方で、明治通り沿いを中心に、老舗のライブハウスがあったり、 少し歩けば、昔ながらの商店街も広がっている。2007年には、東新宿駅の東南部約3.7万メートルの日本テレビゴルフガーデン跡地を三菱地所が落札し再開発に着手。敷地一帯が新宿イーストサイドと命名され、敷地北側のビジネスエリアには、広場や遊歩道と共に1万人以上が、 就業可能な商業ビジネス複合型オフィスビル、新宿イーストサイドスクエアが建設され、2012年5月に、春工、9月にグランドオープンした。他方の敷地南部は、レジデンスエリアとして整備され、高さ111.7メートル、倉庫数761個のタワーマンション、パークハベオ新宿イーストサイドタワーなどが建設された。新宿イーストサイドスクエアは、 春工時において、都内最大級の1フロアあたり面積を有しており、スクウェア・イニックス・ホールディングスや東急ハンズなどが本社移転し、オフィス機能やグループ企業の集約化が進められている。さらに、新宿イーストサイドスクエアと東新宿駅を直結するサンクンガーデンには、広場や歩道とともに飲食店街が広がっている。これに合わせて、曲線階段やプロムナード、 遊歩道やベンチなどが設置されており、新宿7丁目につながる新宿文化センター方面や、地区東側から新宿駅方面をつなぐ歩行者ネットワークが補強されるなど、周辺の住宅地や商業地と一体化した、海遊性の高いランドスケープが形成されている。新宿の街並みは、新宿駅南口及び新南口資金の渋谷区、代々木、仙長谷、 発大付近や中野坂上にも波及している。以下は西新宿のビル街からは離れた高層ビルである。新築のビルの横に風俗店やパチンコ店が密集し雑多な景観は新宿の特徴でもあるが治安悪化の温床でもあった。このほか、公園や地下道の一部などホームレスが比較的多く集まっている場所もある。近年では 繁華街の商店主や警察らによって治安の向上が図られ成果を上げている。さらに高層ビルの増加に伴う日照券やビル風などの問題もある。新宿一帯は1889年、明治22年の町村静止校で南都島郡内富士新宿町となる。百九十六年、明治十九年南都島郡と東多摩郡の合併で、 豊玉郡の所属となる。1920年、大正9年に東京市四ツ谷区に編入。1947年、昭和22年3月15日には四ツ谷区、牛込区、淀橋区が統合されて新宿区となる。1973年、昭和48年住居表示実施による町名変更で現在の新宿1丁目から4丁目。 1978年、昭和53年には新たに5丁目から7丁目が誕生した。西新宿は、角はずと12社、淀橋、柏木1丁目が統合された。北新宿となっている地域は、柏木2丁目から柏木5丁目であった。住宅地の地下は、2017年、平成29年の法事地下によれば、 新宿6の3の11の地点で71万円マイメートルとなっている。2017年、平成29年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。